どうも、このまるです。きいたろです。じゃあ今日はアイランド 2NA のシャープ5の感想をやっていきます。まあ、今回もね、ユニットバトルの続きで、まあ、アイランダー VS グラウンダーってことで、ダンスユニットのグラウンドチームからだったね、今回はね。そうだね。いやー、おもろかったねー。今回もねー。いや、今回めっちゃおもろかった。もう、 結構さ、立て続けに、もう、ダンスバトルやって、クリエイティブバトルやって、で、アイランドとグラウンドの入れ替えがあって、脱落者も決まってっていうね、怒涛の展開だったよね。うん、いや、そうなん。怒涛の展開。いや、なんか、えー、どれから行く <laughs> めっちゃもろかったけど。<laughs> いや、めっちゃ面白かったね。いや、っていうか、えー どれだろうやっぱクリエイティブユニットのさ、やっぱアイランドチームじゃない、うん、そうだね、思った。うん、あんなさ、中間でさ、あんなボロボロなに、ようあんなステージできたよね。そ<う> <laughs> 本当に。中間的にっ笑っちゃうぐらいやばかったよね。<laughs> イェーイみたいな。イェーイドんドドみたいな。<laughs> いやいや、そうそう,そう。うちは最初やねんか、それ。えっと <laughs>。<laughs> なんかさ、本当にその、最初さ、イントロ部分は、コースはるんだけどできてません、みたいなさ、最初みんな棒立ちで。<laughs> 過ごすみたいな。なったらったらチーンってね、ずーっと。何何 <laughs> みたいな。何なのこれみたいな。<laughs> しかもさ、その後もさ、あの、あれだったよね。結局、セビマイのペアがずっと踊り続けてイエーイって感じで。<え>なんか旅行、ずっと立ちっぱなし。立ちっぱなし。いい最後、じゃんみたいなもうさ、すっごいなんかもうさ、<laughs> 文化祭の終わりかなみたいな、すごいさ、お湯戯っぽい、ちょっと言,言い方悪いけど、ちょっとお湯戯っぽい感じで終わって、えーみたいな。こんないいメンバーいるのに、みたいな。そう。 いや、そうそう。でもまあ、しょうがないよね。だってさ、経験がないからさ、しかもさ、うん なんか変な焦りもまあできるじゃん、結局さ、グラウンド側はさ、うん、経験者がいて、みたいなさ。うん。うん。でもだよでもみたいな。ただみたいな。そう。そうそうそう。いや、本当にそっからのね、あの、中間からの追い上げっていうか、まあその後もね、中間終わってからもしばらくはなんかその、ちょっとさ、私たちフォトスポット行く、みたいなさ、フォトブース行ってる練習生いたりさ。<laughs> ねいや、そう、なんか <laughs>、 <laughs> こんなうまいこと遊ぶ雰囲気のやつ撮れちゃうみたいな。<laughs> なんか、持ってきたわけじゃなくて、<laughs> なんか、こう、たまたまね,ね,ね。あれだけ言われたに危機感のなさみたいな、ちょっとね、ドキッとしたよね。そうそうそう。まあ、編集じゃないのとか思ったけど、まあ、実際、舞さんもさ、なんか、危機感足りないと思うとか言ってたから、うん、まあ、あのプリクラはいつか、あのね、写真のあれはいつか知らんけど、まあ、なんか、なんか、こう、ゆるい雰囲気が。 なんか楽しければいいよね、みたいな。うん、私たち楽しみ、うん、みたいな。そういうのってなんかこう、ふわふわってしとったって感じだったんだろうね。うん。うん、ちょっとね。まあ、そんな中、舞さんがね、もう、ストーリー作って、ノートとかにもびっしり書いて、結構本当にチームをまとめ上げよう、リーダーとして、みたいな感じで、うん、奮闘してからの本番だからね。 そうだね。え、マイさんさ、発想も天才じゃなかった。ね。うん、いや、全然中間の何だったみたいな思いぐらいガラッと変わったよね、<laughs> 本番。うんうん。そう。でもやっぱり、目立っとったもんね。マイさんもそのセビさん、と、あと、あの、リンリンさん、うん、あの、今回さ、リンリンさアイランダーとしてさ、残った3人は、うん やっぱめちゃくちゃ目立ってて。めちゃくちゃ目立ってたね。そ、その人たちのパートどうなんか覚えてるよね印象に残ってるっていうかさ。いや、わかる。うん。いやー、そう、だから感動したよね。こんななんか一人一人が目立って、うん、なんか、あんななんかさ、こう、訴えかけるもんを見せてくるんだ、みたいなさ。そう。うん。うん そういうのってさ、気迫みたいなってもう伝わってくるよね、こっちにね。うん,うん、伝わってくる。だから私もなんか、そう感動してさ、わーって思ったもん、やっぱり。うん。うん、でも最初からいよかった。セビちゃんがバーって来て、一人でバーってやって、うん、後ろの6人と重なった瞬間、鳥肌立ったもん、めっちゃ。あれすごいよね。うん、あれすごかった。 そう、あそこさあ、あんな綺麗に重なるみたいな。カメラマンさんも天才なんじゃないいや、そうそうそう,そう。<laughs> 構成素晴らーと思って、うん。素晴らだったね。なんかさ、うん、あの、ほんと、あえてさ、距離あったのもめっちゃ良かったね。うん。良、うん、かった。そうなん。あえ、そう、見せ方上手と思って。そう。しかも、あそこセビちゃん考えたんやろそれもなんか良かったよね。うん いや、よかった。うん。うん、いや、よかった。だから、なんか、いいね。その、ストーリーに行くっていうのは、やっぱなんか、賢かったね。本当に。うん,うん。いや、うそうそう。やっぱその、クリエイティブっていうか、その、うん。なんか、最初に言われてたんだよね。なんか、単なるダンスの創作よりも、なんか、どうステージを作り上げるか、みたいなことを言われてたから、うん。その、ストーリーみたいな感じに持ってったんめっちゃ良かったわ。そうだね。うん、てか、やっぱ、それしか、なんか、活用がないっていうか、うん、やっぱもう、技術的な面では、もう絶対にさ、グラウンドが の方が、うん、まあ上じゃん、ね、そう。そうね、だから、こう練って、そこにたどり着いて、しかもそれを完成させて、うん、そう。で、あんな感動を生み出したんだから、うん、そう。え、マジで え、舞さん、マジでいいから、私、もう、舞さん、私、もう、かなり好きになったわ、やっぱ、今回でも。うん,うん。うんなんか、その、グループに必要な人っていうか、その、やっぱ、リーダーとしての、その、実力もすごい発揮したから、うんうん、そう、なんか、舞さんみたいな人がグループにいると、めちゃくちゃチームいいんだろうな、っていうのが、なんか、すごい、なんか、今回、残ったわ、印象に。そうだね。いや、そうだね、そうだね。しかもさ、舞さん、リーダーやってて、でもしかしたら、ふわっとしたような部分が、その、チーム内であったかもしんないけど、なんか、一回その、注意はしたけどさ、なんか、すごい不機嫌になるとかさ、 なんかめちゃくちゃ悩むみたいな変な描写はなかったじゃん、うん、マイさんに。わかるわかる。うん。そうそうそう。なんか、だからうまかったんだろうね。接し方とかね。うんうん、確かに確かに。いい意味でちょっとさっぱりしてる部分もあるから、その引っ張らない感じだもんね、うん。そうそう。なんかさ、うん、だってさ、エムネさんとか、まあ、てか私が自分がもしサバ版結構えぐい感じで作りたいってなった時は、<laughs> やっぱりネタがあればそこをめちゃくちゃ強調すると思うから、うんうんね、しめしめ喧嘩してるぞみたいな。あれ なんか、喧嘩してるぞ、要素ちょっとあったね。その前さんチームじゃないけど。<laughs> あったよ。<laughs> あったあった。あれなんだあの描写。あの、ジーンちゃんとさ、ジョーン,ンちゃんあの、ほ、うん、ら、やっぱさ、ね、ジーンちゃんがグラウンド側に行った時に、いや、わかんないみたいなさ。ね、あれ、うんはい、なんでまたさ、上がれるように頑張,っ頑張ろうね、みたいな。頑張ってね、みたいな言ったらいや、わかんないみたいな。なんか、言って、 ピリってなったじゃんね。その、特にジョーンちゃん側が多分さ、あっ,、ね、ってなったんだよね、うん、多分あれね。そうだね。うん、で、ジューンちゃんは多分言って、あんま多分気にしてない雰囲気が多分あるんよね、多分ね。多分。だからね、あれはちょっとなんか、エムネさん見つけた感じだったよね、あれね。<laughs> そうだね、エムネすぐほら、調理するから。ちょっとでもいい素材やったが、調理するから。<laughs> <laughs> でもあれさ、今回だけじゃない雰囲気じゃないだってさ、あれって次に繋がるから、ああいう演出なんだろうね。そうだね次へだ。次に繋がっとっちゃこれは。ああ、だからいつかこう、なんか、いい、ちゃんと話し合うとか、和解するとか、うん、なんかそういう描写があるのか、もしくは一対一で対決するみたいなさ、感じだったじゃん、次回予告は。そうね。対決するとかさ、本当見事に。なるほどね。うん。まあちょっとそこがね、うん、お,やお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 やみたいな。<laughs> ね。確かに。 だかそもそもさ、あの、ジュンちゃんがさ、グラウンド側でさ、アイランドに行くやつの発表でさ、やっぱ最初呼ばれるかなワクワクみたいな感じでさ、なんか、呼ばれなくなって、うん、笑顔が消える感じとか、すごいジュンちゃんっぽくてめっちゃいいよね。<laughs> ジュンちゃんいい。でジュンちゃんはえ5番目くらいだっけな結構後半で呼ばれたもんね。そうそう,そう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 。うん、<laughs> 呼ばれるのはうちらもなんか分かってたけど。分かったよね。ステージ良かったからね、本当ね。そうそうそう。うん、<laughs> 分かりやすい。分かりやすい。 せっかくさ、前回ちょっと取り戻したんにさ、またみたいな。<laughs> <laughs> え、でもさ、あの、ごめんね、また戻るけどさ、あの、描写に、あの、ジョーンちゃんとの描写に。うん、なんか話しかけられたけど、無視したような雰囲気になったので、でもあれ気づいてなさそうだったよね、あれはね。うん、あれ別になんかその意図的な感じじゃなかったよね、きっとね。そうだよね。なんか多分、うん、ジョンちゃんがちょっと声、ちょっとさ、ほら、勇気必要な感じだったからさ、声ちょっと小さかった雰囲気あったのか、あれ。そうだね。うん。うん だからと信じたいよね,ね一瞬こっち見たからみたいな雰囲気もあったけど。<laughs> そう。大丈夫だと信じたい。<laughs> <laughs> で、対するグラウンド側のチームはね、逆にこっちのチームはさ、中間では本当アイランドアイランドチームよりもすごいいいよね、みたいな、結構期待を満足してくれたステージだった、みたいな感じで、中間評価結構良かったよね。そう。てか、なんなら見た中で、中間のね、中間で見た日の中で一番いいみたいな雰囲気だったよ、ねうん。うん。そう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 、あの時点でね。 いや、むずいね。なんかさ、あの、あれと近い結果になったよね。あの、ボーカルユニット。ボーカルとね。うん、1点差とかだったもんね、こっちね。そう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 。で、なんか、やっぱ期待が高いとやっぱむずいんだなってやっぱすごい思ったし。うん。うーん。確かに完成度とかはね、その先生方が言ってる通り、グランド側の方がさ、ね、上手い人が基本的に多いからさ。うん。 そう、いいなと思うけど、みたいなとこだったもんね。うん、そうだね。やっぱあれなんかな、ちょっとその、7人と5人でさ、今回グランド側が5人だったから、まあそういった意味でも別に人数とか関係はないけども、うんうん、なんかちょっとパーダーっぽい感じに見えちゃうんかな、わからんけど。うん、ねどうなんかね、でも、でも人数って結局そうだね、多いとやっぱ迫力出るからね。うん、迫力ってか、うん、あれで、その7人であれ見せてきたからね。そうだね、そうだね、うん、そう、そうなん、そうなん、そうなん。 でも本当にあの、結構構成とか結構好けだったよね。5人でさ、あの傘表現するとことか。あ、めっちゃ綺麗ってなったし。そう思った。私あの最初のバイクのとことかめっちゃいいよね。バイクのとこめっちゃ好き。あそこ、あそこなんかテアンさんも褒めとったよね。そうそうそう。そうさ、あの最初そのバイクのときに座ってさ、結局ライダーとしてさ、いたのはユジュちゃんなんだけど。そう。そう、あの子さ、なんかバイクのふんふんしてるときさ、なんか、やあの子風あったぐらいさ、いい感風で伸びてなかった。伸びた風。 ないと思うけど、見えたじゃん、風。そう。すごいよね、うん、あれ、なんか。んか本当に走ってるみたいな。んうん。うん、あと、ジミンさんもね、すごい余裕のある表情とか、ジミンさんやっぱり安定だよね。めっちゃ良かったよね。めっちゃ良かったわー。愛い可愛いい。かいいてかもうさ、予告からしてもさ、やっぱり、ジミン <laughs>、めっちゃ出てくる。 <laughs> いや、そうなん。いや、もうめっちゃ期待されとくから、ジミンちゃん。<laughs> ジミンちゃん、やっと、来たぞ、来たぞみたいなね。ウェイクワンさんが喜んどくからね。うよしよしそうだよ、みたいな。よしよし、これは絶対手放さないぞ <laughs> ってね。え、だってさ、その、ジミンちゃんが結局アイランドに戻ってきたときに、ほんとさ、セビちゃんと、えふー、みたいな。よかったー、みたいな。なんかさ、あの描写とかさ、別になんか特徴的なあれがあるわけでもないけど、とりあえず美しいから、なんか、際立ててたみたいな感じがすごくて。<laughs> 自民生理そうやって使われるよね。ほら、前もさ、その、アイランド側の部屋でさ、<う>かわいいみたいなくだりあったもんね。<laughs> <laughs> そう、あなたも可愛いよみたいな感じだったからさ。<laughs> <laughs> そうそうそう。自民性でやっぱちょっと絵的に欲しいんかもしれんね、えは。<laughs> そうだね。<laughs> 美術よコンビだからね。う,ん,うん。あとやっぱスジョンちゃんがさ、そもそもさ、創作ですごい頑張ってたとかさ、なんかそういう意味で報われてよかったなと思ったじゃ、うん。ちゃんとアイランド側に行けて、うん、みたいな。そうだね。うん、結構ずっと苦悩しとったもんね。なんか、ずっと結構ほぼ、うん、なんか演習の風景とかほぼスジョンちゃん喋っとって、その編集だけどね。<laughs> なんか、気持ち確 喋っっとったから、うん、すごいよね。え、だってスジョンちゃんって結構若くなかったっけ、うん、年齢覚えてないけど、16ぐらいじゃなかっ,、うん、ったっけな気がする。ちょっと俺もあれだけど。16、17、18、19ぐらいの間。<laughs> だいたいそうだね。結構,結構な幅。<laughs> だいたいその人たちなんよ。<laughs> <laughs> でさ、そんなさ、エムネ的にさ、多分ね、俺はね、ゆさらんちゃんもすごい押してるな。さらんちゃんもすごいエムネはすごい押してるんじゃないかって思ってて、その、うん、ダンスユニット三人チームでさ、そのグラウンド側だったけど、ほぼほぼさらんちゃんの回みたいな感じだったよね。そうだね、めっちゃ目立っとったね。うん。まあ、あの、ゆいちゃんもね、めちゃくちゃ良かったから、うん。そう、あれなんだけど、なんかこう、センター、 センターとして踊っ,ったのは、サランちゃんめっちゃ多かったんよ。特に最後の2曲目のやつか。2曲目のやつはもうめっちゃそんな感じだったから。うん、そう。で、それでぴったりだったからね、曲に。いや、そうなんね、結構その中間の時とか、モニカ先生とかさ,さ。なんならそのゲリラで主導来た時とか、結構言われてその後泣いたりとか、なんか本当サランちゃんのドラマ、みたいな。うんうん、そうだね。描写はそうだったわ。うん。うん、でもその、結局、自分にもっと専念してね、みたいな。 なんか、そのリーダーとして、 ってか、リーダーをやらないでください、みたいな。もっと自分を大切にして、みたいな感じで、うん、結構個人練習とかもして、みたいな。ステージでは、本当にいいものを見せてくれたよね。そうだね。めっちゃよかったわ。可愛かったね。やっぱ、てか、あとさ、その SES の曲めっちゃよくないいや、そうな、ね、<laughs> マジで。そう。ぴったし。てか、この3人にあっとったよね、すごい、本当に。撮った。SES 見たい、みたいなこと言われてたけど。言われとったよ。そ,うん、そう、SES 私あんま知らないんだけど、曲いいし、メンバーの雰囲気もあっとったし、うん、みたいな。 本当、ゆいさん、な,なんならテヤンさんとか、本当、ユイが一番良かったみたいなことを言ってるんですけど、うんうん、ゆいさんも本当良かったよね。良かったね。やっぱさ、あの、ゆいさんはさ、あれじゃない特にあの、かっこいい感じの時によく進化を発揮されるというかさ。わ、うんうん、かるわかる。うん。ね。だから、だから結局さ、なんか、 今回さ、アイランドに行った人たちって、もともとアイランドの人なんで。やっぱり。ああ、そうだそうだよね。うん、サランちゃんもユイちゃんもそうだね。てか、サランちゃんとユイちゃんなんて本当一1番、2番に呼ばれたからね。本当、そうそう。あ、そうそうそう。めっちゃ評価良かったんだろうね。良かったんだろうね。うん。てか、順位明かされてないけど、点数も明かされてないけど、結局、こう、いい評価得た人たちってあの順番な感じだよね。その。うん多分呼ばれた順番じゃないそうだよね。だから、グラウンド側で一番良かったの。 んんじゃんなんかなななかっってなんとなく思たそうだね、うん。なんかそんな感じはしちゃっちゃう,そう,だよ、ねうん。でもなんかさ、あれだね。その、結局さ、あの、今回、アイランドからグランドに行く、さ、うん、人たち、まあ、6人呼ばれてったね、か。 でなんか、結局さ、あの脱落の結果さ、一人目二人目の人たちなかった。そのグラウンドに行きますよっていう。そう。最初に呼ばれたジオンちゃんとナナちゃんが結果的に脱落になったから、多分あれも点数低い順からだったんだろうね、きっとね。うーん。てかやっぱその、うん、やっぱ、ナナちゃんなんてめちゃくちゃ泣いてたからさ、<laughs> あの、うん、察してた感すごかったよね。うん、そう。うーん。なんかちょっと、ちょっとか、胸が痛かったわ、見とって。そうだね。うーん。 でもなんかあれだよね、あの、クリエイティブ審査じゃなくて、なんだっけ、クリエイティブユニット <laughs> 審査違うんよ。クリエイティブユニットの方が買ったんだけど、なんならさ、その直前まで、やったー私たち買ったーみたいなさ、4個撮ったりさ、多分その何分後かにはさ、なんか、 グランド側に行きますって言われ、っていう人が結構多く、うん、<laughs> なんだな脱落者も出て、みたいな。なんか、そ<う>かなりシビアな感じだったよね。シビア。うん、そう、なんかさ、忘れとったんだけど、結局個人点数で移動とか脱落が決まるから、あの、チームとしての勝敗関係ないって言われて、うん、あ、そっか。 かみたいな、え、残酷ってなったよね。<laughs> そう。残酷だったね、本当に。そう,そうそうそう。そうん。まあでも、まあ、でもルールがしっかりしょっていいよね、その、今回。うん、割と、なんかその、ぼんやりしない、なんでこの子なんみたいなんがないから、あんまり。そうだね、そうだね。うん、あの、みんなよ買ったんだけど、なんか、そうそう結構やっぱ、ちゃんとさ、先生たちがちゃんと見てる、 うん、感じあるっていうか、やっぱ、そう。なんか、え、なんでこの人が、まあ、受かった、残った、うんぬんみたいな、なんか、変な感じがしないよね。しないしない、うん、そう。なんか、そう、それがあんまなくって、そう、てかなんか、あれなんかな、すごい似とるよね、ちゃんと。 うん。見とるとる、うん。なんかあのさ、あの先生たちっていうかあのね、あの、審査する方たちのさ、前にさ、モニターずらっと並んどって、いろんなモニターあるんで、うん、もう部屋とかのモニターとか、これめっちゃ監視しとるんかな、みたいな。監視員だよね。<laughs> そう。 そう。さそのいろんな場所のやつモニターあったから<え>みたいな。うん、そうなんか、すごい見られとるんかもしれんなと思ってそうだね。そうだね。うん、もし気になるやつあればさ繰り返し見られとるかもしれない。これ <laughs> これ。これうん、じゃあ,あのフォトブースも見られとったじゃん。フォトブースも。<laughs> <laughs> <laughs> あダメダメ。<laughs> 練習中ダメよ、あんなん撮っちゃう。そうだよね <laughs> あ。まあでも、うん。だから割とその、ね、なんか、変なすれ違い、我々とのなんかね、その、すれ違いみたいなのが生じなくていいよね。そうだね。うん、うん。なんか、あとさ、あの、視聴者投票で決まる感じじゃないからさ、余計その違い、その、何それみたいなのないね、やっぱ。ないね。うんうんうん。うんうんうん あとさ、そのアイランドからグラウンド側に行ったっていうので、やっぱ、えみたいなのは、あの、アイランド側の男性ニットの、あの、ジュオン、ジュオンちゃんうん。あの表情でね。 すごい、頑張れみたいな。表情も、無表情は嫌いなだよーってモイカ先生言われてた。確かに、<laughs> 前回すごい指摘されまくってたよね。そう。うん、でもさ、あの、先週見たやつだと、なんか表情良かったじゃんみたいな。うん。なんかすごい良かったね、みたいな。結構褒められてる方だと思ってたけど、いざ、実はまだ見えてない審査みたいなさ、なんか、ココさんのなんかサポートの見えたよ、みたいなさ。うん。うん。言われてて、結構厳しめだったっていうのをさ、知って。 あったっけこれ記憶ないだけかねやっぱ記憶ないかもしんいいやでもなんかああうん初めて見た気もしたんかうんねだからてかまあずっとアイランド側にいたし結構さセンターやってたしねなんか中心メンバーっぽい雰囲気やったからさんか今回グランド側に落ちたのが結構意外だったよねうんいやちょっとねあれはびっくりしたうんんかあれだここに来て最初にさ目立ってたメンバーとかが ちょっと自信なくしてる雰囲気があるっていうか、例えばジョンウンちゃんとかもさ、めっちゃ上手かったけど。そうだね。まあま、負けてしまったからか。あの、ユニットでね。なんか。う,ん、うん。あと、あれか、ジュンちゃんとちょっとシュンってなっとるからか。シュンってなっとったよね。うん。うん <laughs> 確かに。だかここへ来てすごい面白くなってきたね。そういう入れ替えみたいなのもね。なんか。うん、うん。え、てかさ、あとさ、なんかパート2へ進出,進出する人はうんぬんみたいな説明あったじゃん。 うん、なんか、なんか一瞬、ああいう説明って私、どうしてもちょっとふわっとしてしまってさ、<laughs> なんか違うこと考えてたりして、気づいたらさ、なんか6人は選ばれ、うんぬんみたいになってて、えなんかすごい減るのみたいな。なんかどういう説明だったんだっけね、あれね。なんかちょっと調べたら、多分パート2は12人行くみたい、進出っていうか。うーん、なるほど。うん。そう、だから、そうだね。とりあえず12人まで減る感じだね、パート1で。1> あーで、 あれか。私が聞いた説明は、多分、審査員の方が6人まず選んでて、残りの6人は、投票で選ばれるみたいなやつかな。うん、なんか、そんな感じだね。う,だねうん。うん、投票も入るから、そういうことかもしれん。あー どういう、最後の決め方でも全然わからんからさ、結局どういうあれ、うん、なんかね、結構審査員が選ぶ雰囲気もちょっとあるけど、半分以上は。<る>うん、だからその、ちょっと、ボイプラみもあるけど、アユネクみもあるっていうか、その、投票も入れるけど、運営の意思もあるよ、みたいな。うん、なんかその、うん,うん。なんかそんな感じなんかね。そうだよね。だってね、アユネクはね、何回も言うけど、二人だけ視聴者投票で選ばれて、でもそれはもうほとんどうちらが見てもずっと確定だろって思ってた二人がいて、うん、<laughs> そう。<laughs> <laughs> あと4人はね、あの、運営が選んだもんね。いや、そうなん。<laughs> いや、だったら全部運営でいいじゃんってなるよね。<laughs> そうそうそう。分かってた分かってたみたいなさ、なんか、その2人知ってたよみたいな。そう。別にそれだけ投票にせんだってねっていうね。<laughs> そうそうそう。そうだからまあ、そうだね。いいとこ取りみたいな、その、視聴者の一行も取り入れつつ、運営の、なんかそういうのも、なんかね、そういう構想みたいなのもあってみたいな感じだから、うまくいくといいね。なんかそのあんまりさ、 不満とか出ずにファンからの。うんうん。そうだね。あとさ、さっきも言ったけど、自家予告はさ、新曲って感じなかった。なんかそんなこと言ってたよね、うん。そう。新曲っぽかったね。いや、だからさ、今回の売りってさ、結局テディさんがさ、関わるっていうさ、やつじゃん。うん。だから作曲どれか全部かわからんけど、数曲はテディさんがさ、作ったっていうやつがあるんよ。もうそんなんで、YG 好きからしたらもう夢だから、マジで。夢やばい 折り曲やろそう、折り曲をやれるんでしょテディさんの。そう、でも、キーターさん、テディさんの良さあ,あんま分かってくれてないからな、多分。<laughs> <laughs> そう。そこまで,ですごめん、粉丸の熱ほど刺さってない。<laughs> そう。だって、キタさん、ブルーピン先輩のことは、まあ、ね、<laughs> って感じらしい、い分かってないっていうか。<laughs> <laughs> そうだ。すごい人なの分かるけど、どれだけすごいかあんまり、なんかピンときてないな。<laughs> <laughs> そんな人おるみたいな。<laughs> そうそうそう。<laughs> いや、だから、ちょ、ちょっと私はね、曲すごい楽しみ。やっぱ、うん。テディブシみたいなのにやっぱちょっとあるし。なるほどね。うん。そう、醍醐味。うん。以上でね、今回は、アイランド 2NA シャープ5の感想について話してたんだけど、いや、今回もめちゃくちゃ面白かったね。 面白かったね。やっぱさ、ステージの完成度がやっぱ高いくない全部良かったね。<ー>よくよく考えれば。ああ、全部良かった。本当にドラマもあったし。ドラマもあったね。そうだね。だから、ジョーンちゃんとジユンちゃんはどうなるとかさ。うん、<laughs> そこは <laughs> <laughs> そう、ね。いつは返するみたいな。<laughs> <laughs> ライバル。なんかライバルっぽい感じだもんね。なんかね、今ね。<laughs> そうだね、そうだね。ちなみに、ジユンちゃんめっちゃフコさんと仲良くてさ。えー、<laughs> そこはすごい良くない <laughs> いい、めっちゃいい。 そう。そうジュンフコいいよね。<laughs> そう。なんかさ、ジューンちゃんってさ、多分さ、心開くとすごい開いてくるタイプ、雰囲気わかるわかるわかる。うん、人懐っこそうだしね、本当に。そうそう。でもなんか人見知り、基本人見知りだから、なんか <laughs>、 <laughs> 閉じる面もあるみたいな感じ。うん,うん、わかるわかるわかる、うん。おもろいわ。わかりやすい。わ<ー> <laughs> かりやすいよ。いや、ほんとなんか、ほんと今回のなんか主人公的なとこあるよね、ジゅんンちゃん。<laughs> あるあるある。うん。うん。だからさ、次のアイランド2の放送が楽しみだよね。そうだねモンモン